A.J. ジョンソンはカリフォルニア州ロンポク出身の元アメリカンフットボール選手。NFL のワシントン・レッドスキンズなどでプレーした。ポジションはコーナーバック。テキサス州立大学サン・マルコス校から1989年の NFL ドラフト60名149番目にワシントン・レッドスキンズに指名されて入団した。新人の1989年には、 全16試合出場し、ダレルグリーンの欠場もあり8試合に先発出場し、4インターセプト、1タッチダウンを上げた。1990年は5試合出場、1991年は開幕前に手首の手術を行い11試合出場に留まったが、第26回スーパーボールで優勝を経験、1992年には14試合出場した。 1993年は13試合出場。1994年は11試合出場に終わりフリーエージェントになった1995年にサンディエゴチャージャーズに移籍したが1試合の出場に終わりその年現役を引退した。1989年にはキックオフリターンでも起用された。ありがとうございます。